ももちのチャンネル。こんにちの。こんにちの、ももちのです。はじめまして。今回初めての YouTube 動画撮影で若干緊張しています。私の名前はももちのと言います。まずは自己紹介からさせていただきます。私は主に活動はお尻が大きいことを生かしたモデル活動をやっています。ウエストはだいたい70ぐらい、ヒップは104センチあります。この大きなお尻を生かしてというか、去年のフェチフェスという即売会であるくびれ巨尻コンテスト第2回のファイナリストに選んでいただいたりなど、この大きなお尻には感謝を言っても言い尽くせないぐらい、いろんな人に巡り合わせてもらったり、ありがたいことしてもらってます。なぜ今回私が YouTube で動画撮影をしたかというと、いろんな人に会いたいけど遠方で見に行けないよっていうこととか、そういうお話を言ってもらったりするんです。そういう風に思ってもらえるのは嬉しいんですけど、やっぱりこうそういう方が遠くにいるっていうだけの理由で会えたりとかそういうのが少なかったりするのはすごい寂しいなっていう風に思ってたので、今回動画だとちょっと近づけた感じがするかなっていう風に思ったので、動画撮影をやってみようとちょっと踏み切ってみました。お尻が好きな人にいっぱい伝わるといいんですけど。あとは他にも、私自身本当はお尻が大きかったり太ももが太かったりとか、そういうのがコンプレックスだったりしたんですけど、でもひょんなことからくびれ巨尻コンテストに出させていただいたり、巨尻モデル、お尻モデルみたいな感じでいろんな人に写真を撮ってもらう機会ができたり、撮影会に参加したり、その中でいろんな人にすごいいいお尻だねとか、太い太ももが素敵だよとか言ってもらえることがいくつも重なって、すごく今ではお気に入りのパーツになってきています。なのでお尻が大きかったりムチムチしてるとか、どんなにダイエット頑張っても痩せないんだっていう風に思ってる人も、意外とそれがコアな人にとってはすごくご褒美だったりご馳走だったりするので、そういう経験を私自身がしたので、そういうことが意外と自分の嫌いなところも他の人から見ると魅力的だったりするんだなっていうところを伝わっていけばいいなと思いながら動画撮影をしようと思いました。今回 YouTube の動画撮影においていろいろやっていきたいことがあります。まずは私自身が下着作りとかをやっていきたいので、その下着を着てどうですかみたいにポーズ撮ったり、いろんな撮影をしたりっていう風にできればいいなと思ってます。あとはAmazon とかで売ってる衣装も買ってみて、それもどんな感じなのか、買ってみたら思ったより丈が短かったとかいうこともあると思うので、そういうのも実際を着てみたいし、それを見てほしいっていう風に思うので、それも動画撮っていきたいと思います。他にもゲーム実況、筋トレとか興味があるものいっぱいあるので、いろんなことを挑戦して動画に撮っていければなっていう風に思ってます。お尻チャンネルっていうのをもう一つ作っていこうと思ってまして、それはもうお尻だけ、ゲーム実況してるお尻とか筋トレしてる時のお尻とか、そういうのだけをひたすら撮り続けるようなチャンネルが作れたらなっていう風に思ってます。ぜひお尻好きの人見てください。あとは着てほしい衣装などありましたら、コメント欄とかツイッターの方にコメントいただければ、私も目を通しますので、ちょっと参考にさせていただきたいと思ってます。ツイッターの方が更新したりとか最新情報も載ってたりとかするので、よく目につきやすいと思います。なので動画見て衣装こういうの着てほしいとかリクエストありましたら、ツイッターの方が気づきやすいと思いますので、よかったらフォローしてみてください。ツイッター、インスタの ID は下の欄に書いてますので、絶対フォローしてください。もう満足いくお尻をいっぱい載せてる自信あります。おっきいお尻が待ってます。ぜひぜひ
フォローしてください。またこのお尻がいいなと思ったらたくさんのいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。またね、よろしくお願いします。